こんにちは、オレンジシフトの谷です。初めての方のためのアフィニティフォトシリーズの文字入力編になります。写真の上に文字を配置すると読みづらくなるので、縁付き、影付きの文字についても解説します。同じ写真で作業される方は概要欄のリンクからダウンロードして利用してください。アフィニティフォトで文字を入力するためのツールはアーティスティックテキストツールとフレームテキストツールの2つです。タイトルや見出しのような短い文字を入力するときはアーティスティックテキストツールが便利です。長い文章はフレームテキストツールを利用すると自動開業されて便利です。今回はアーティスティックテキストツールを利用して作業します。アーティスティックテキストツールを選択します。写真内の文字を入力したい場所でドラッグして文字の大きさを決めます。初めての文字と入力してみます。もし入力している途中で文字が写真からはみ出してしまったときは、四隅の丸いポイントをドラッグして文字の大きさを調整したり、輪郭の線をドラッグして文字の位置を移動します。部分的に文字の大きさを変更したいときは、ドラッグして変更したい部分を選択します。コンテキストツールバーのフォントサイズの部分を変更します。直感的に大きさを変更したいときには、コントロールシフトキーを押しながら点、コントロールシフトキーを押しながら丸のショートカットが便利です。コンテキストツールバーに表示されているもの以外の文字属性を変更したいときは、文字のボタンをクリックして文字パネルを表示させます。選択している文字の上下の位置を変更したいときは、ベースラインを調整します。選択している文字を斜めにしたいときは、シェアを調整します。文字同士の間隔を調整したいときは、調整したい部分をクリックしてカーソルを配置し、カーニングを調整します。カーニングのショートカットは、オルトキーを押しながらキーボードの左右矢印です。左右矢印で間隔を調整した位置にカーソルを移動して、オルトキーを押しながら左右矢印で調整できるので非常に便利です。また、個々の文字間隔を調整した後に、全体の間隔を調整したいときは、すべての文字を選択して、トラッキングを調整します。これも先ほどのショートカットを利用できます。オルトキーを押しながら左右矢印のショートカットは、文字間をクリックしたときは、カーニング調整になり、文字をドラッグして選択しているときは、トラッキングの調整になります。
移動ツールを選択して文字を写真の下に移動します。人物と重なって文字が読みづらくなってしまいました。これを解消するために縁文字にします。レイヤーパネルで入力した文字のレイヤーが選択されている状態で FX と書いてあるレイヤーエフェクトのボタンをクリックします。ダイアログの左側のアウトラインの文字をクリックして選択します。縁の色を指定するためにカラーの右の四角をクリックします。白色に変更します。半径のスライダーを中央くらいまで上げて縁の幅を決めます。左側のアウトラインの文字の横のプラスをクリックしてアウトラインの複製を作成します。下の方のアウトラインをクリックして選択します。この部分は上のアウトラインと重なって今見えなくなっています。半径の値を倍くらいにしてみます。カラーを違う色に変更してみます。アウトラインの効果を取り消すために左側のアウトラインの文字の横の×をクリックします。アウトラインが二重になっていますので2箇所の×をクリックします。今回は黒い影を作成するので文字の色を変更します。カラーオーバーレイをクリックします。カラーの横の四角をクリックして色を変更します。外側のシャドウをクリックします。オフセットのスライダーを上げて影の位置を調整します。直感的に影の位置を調整したいときはオフセットツールを選択して写真内をドラッグします。影の輪郭をソフトにしたいときは半径のスライダーを上げます。個人的には不透明度を下げて影を目立たないくらいにするのが好きです。ビフォーアフターを確認したいときは外側のシャドウのチェックをつけたり外したりします。レイヤーエフェクトの効果はピクセル単位で設定されます。ということは、もし後で写真のサイズを変更すると、効果の見え方が変化してしまいます。それを回避するために、レイヤーエフェクトの作業をするときは、左下に表示されるオブジェクトとともにスケーリングにチェックを入れておきましょう。これでドキュメントメニューのドキュメントサイズを変更などで大きさを変更してもレイヤーエフェクトの効果がサイズの変更に追従してくれます。閉じるをクリックしてダイアログを閉じます。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。